はい、もも肉と骨肉です。今日は2つも塩コショウをしてしっかりと揉み込みます。これで1時間ぐらい置きます。はい、鶏ガラスープを作ります。大さじ1杯半ですね。これで冷ましておきます。はい、小味の半分のガラスを入れました。出来上がりです。はい、厚切りベーコンです。これ150g があるから選手がバターに小麦粉を同様入れて、こういうふうに溶いていきます。フルマンに入れていきます。マニープールかもしれません。出来上がりました。1時間しっとりとしてきました。これをペーパーコールに入れて1時間取ります。
取り出します。オリーブオイルを大さじ1杯加えます。そして玉ねぎ、パクンした玉ねぎの肉を入れます。これは結構炒めます。火を通ってきましたら、玉ねぎが火を通ってきましたら、これを戻します。スープを入れます。最初に焼いた鶏肉のやつをこそぎ落としてみまして、味の旨味を出しています。はい、これを使用して、こちらで20分ぐらい炒めます。はい、バター1グラムを入れます。そしてベーコン、結構カリカリになるまで炒めます。はい、炒めますね。ここでマッシュルームと椎茸を入れます。この黒いがみんなで効きましたので、クリンチーを入れます。
類をベーコンを認識しております。さあ、ここで生クリームを入れていきます。これを作ってたプルマニエがいいでしょう。少しずつ様子見ながらいきます。プルマニエ、とろみが出てきました。完全にとろみが出てきました。これで出来上がりです。ちょっと赤ワインが入ってるんで真っ白とはいかないですけど、盛り付けです。牛肉のシチュー、クリームシチュー出来上がり。